久々にマジでやるな。まあまあ支障はないんで。少ねえからね、ガチになった。うん。すげえ選びやすいこれ。地形からここから。じゃあよろしくお願いします。お願いします。頑張れ。今まで真面目にスマブラしてて一番おもろかった。今まで真面目にスマブラやっててこんなに面白い、緩急エグかった。今まで
今までスマブラやってて一番おもろかった瞬間かも、これ今の。ワオンワオン。ポケサワン。ギミックありポケサワンね。今までで一番面白かったもん。ケプパセラジオ史上最高の多分ポケモントレーナー史上最高の登場の仕方。まあ気を取り直して、はい、競技を終点スマブラですね。こんな面白い挑戦者現れない。うん、今日はまあこの前、俺負けたんだよね。なんだよそれ。目に持ってんだよね。この前ってこの前番組でやったガチ対戦。違う。この前の2週間前くらいかな。この前のオフ対戦やった時の帰り際、じゃあラス2先でって言った時の2先ね。そう。目に持っててやりたがっちゃった。やりたそうだったよな、今日。ね、そう、勝ったんだよな。そう勝って、確かに
フリーも最近負けんだよね、うん、そうね結構で割と気持ちくなってはいたなってんだろうなって、うん、手応えある顔まあまあまあしてたするわそれは、うん、今日まあまあそうねまあ久々あのこういう機会がないから配信で、うん、ちゃんと対戦するそうね大会もないし試合もないしまた、うん、僕いつでもやる、まあ、来週はスイッチちゃんとあったらおまかブラストガチだったんですけどそうねまあまあちょっといろいろ考えますはいいや面白かった面白かったオフ対戦いやオフ対戦面白いです、まあ、これは、うん、見てもらえる場でやれるのはね、うん、面白いですはい見てもらう場でやるの嫌いじゃんでも今おべっか言うなよはいということで、はい。